自民党安倍派の政治資金問題をめぐり、萩生田政調会長は岸田総理大臣が安倍派所属の大臣など政務三役全員を更迭した場合は自らも辞任する考えを示唆しました。閣僚やあるいは副大臣等がお辞めにならなきゃならない事態となるとすれば、私は政調会長の責任も同等に、またそれ以上に大きなものがあると思っております。まあ、したがって人事は総理の専権事項でありますけれども、出処進退については自分で決めたいと思っています。萩生田氏は10日の岸田総理大臣との会談で、税制や予算など大切な仕事をしっかり対応してほしいと続投させる考えを示されたことを明らかにしました。その上で萩生田氏は、安倍派の政務三役の全員が更迭される場合は党幹部としての責任も大きいとして、自ら政調会長の職を辞する考えを示しました。また今回の問題について、国民の政治不信を招き深くお詫び申し上げたいと陳謝し、事実関係を精査の上、捜査があれば全面的に協力し速やかに説明責任を果たしたいと述べました。